皆さん、ファイトコンテストの結果の見方を教えたいと思います。気づきませんでした、僕は。出てみていいのか分かんなくて、模索した結果、ここの掲示板、この掲示板からバイトコンテスト見れるみたいです。動いた。え、急に動くんだけど怖っ。クモさん、あんまも動くんかい。お前も動くんかい。掲示板に結果が出てると思うので見ていきたいと思います。まず俺が集めた数は見れないんですね。まあ見れないので、まあ200以上はいったので見ていきましょう。はい、ということで、ハイスコア223個。上位 5% は203個からだ。おーということは、上位 5% には入ったってことだ。よかった。なんか上位 5% あっさり、サクッとぬるっと、いけました。ステッカーもらえるみたいなんですけど、もうこれ、もらえるのかな？とりあえず結果出たみたいなので。あ、もらった！見て！金のステッカーもらってやった！これどっか飾れるじゃん。え、新しいバッジもゲットしました！何かバッジも手に入れたみたいなので見ていきましょうか。バッジどれだ？どれだどれだバッジ。これか？あ、バイトチームコンテストで 5% に入るともらえるバッジがある。ってことはビッグランの、やばい、俺サーモンだらけになっちゃった。見て。全部サーモンバッジだ。カンストバッジとビッグラン。ビッグランも上位 5% だっけ？なんかそういうバッジをいっぱいゲットしました。やったー！嬉しい。こんなにバッジがありますよ。二つ目は、芸術的な毛玉。やったー！嬉しい。嬉しいから一回行ってこようかな。痛い。はい、荒巻き取りでかい。なんで荒巻き取りでよ、コンテストでやってからまた、やらなきゃいけないんだい。ということで、荒巻き取りでで、普通の鮭やっていきたいと思います。みんな見た？俺の仲間たち。俺見た？見てよ。見たか？あれだったぞ。金のバッチついてたんだぞ。5% 入ったんだぞ。あ！やばい。これは、5% 入ってる俺でも結構緊張するぐらいのレベルで、ここに呼びたいけど、はい、です。しかも一番難しいタイプのやつですね。危ない。あ、味方についてんじゃん。大丈夫か。これどっちに貼り付け系かな今回は。はい、仲間はあちら側に。あ、やれちゃってる。あーこれやばい。貼り付いてくわ。やばい。これ頑張れ仲間、頑張れ。俺も何もできない。上がってきた、上がってきた。また俺になった。あー待って、これやばい。ぬるぬる。落ちちゃった。ここぬるぬるぬってるじゃん。なんかこっちで倒すのが一番俺好きなんですけどね。はいはいはい、助ける助ける。ナイス、ジェットパック。これジェットパックとか使えばいけるな。いきなり慌ただしいよ。バイトコンテスト 5% 以上いってんだよ、こっちは。とりあえず入れないといけないので、うわー、危ねっ。張り付いてくわ。やばいぞ、これ2人やられてるぞ。助けてあげたい。これ持って、ギリギリ足りそうだね。一回ジェットパック使ってくれてるので足りそうですね。よし、一回俺が張り付く。これ張り付くことによって味方が。ナイス。いや、ジェットパックのおかげさまさまですわ、本当に。危ない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 。また俺か。オッケーオッケーオッケー。危ない危ない。29いいんじゃない。いや、ジェットパック使ってくれて助かったな。いきなり危なかったぞ。はい、ということでスプラマニューバーよろしくお願いします。一番使いやすいのマニューバーかも俺この中で。みんなバイトチームコンテストの見方は分かったと思うので見てみてください。まあ、4人集めないとできないっていうか、2人でもできるんだけど、絶対4人と一緒だからさ、4人でやるより2人でやった方が不利なんです。僕もヒレオさんとやったんですけど、まあ難しかった、2人だと。なので、4人集めるのが難しいと思うので、やってる人が少ない可能性はある。あ、止めた。止めたなら俺が倒す。
上野もナイス倒してくれた。仲間を集めるのが一番大変かもな。ビッグランの時もそうだけど、知らない人、ドラの人とできないからさ、それも厳しいですよね。危ない、うお、危ない、生きてる、止まりなさい。オッケー、止めた、割れない、オッケー、オッケーじゃないけど、まあいいや、次割っていこう。はい、ちょっと投げておいて倒しましょう。はい、上に上げて俺のこと、オッケー。モグラちゃん来てるのでモグラちゃんにも入れといて、まあ、ぶっちゃけ24個余裕だな。ワイドコンテストで同じステージだからな。荒巻結構やったから、もう荒巻一人では得意だぞ、ほんと得意だぞこれ。やっと30個、ナイス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 。バイト好きなみんな見てるか。俺バイト好きなんだ、頑張ってるぞ。まあ縄張りも好きだけどね、始まってもスパレットが好きなのか。よいしょ、オッケー、42個ですね、ナイスですね、いっぱい入れられました。ということで最後のマッチ、最後のマッチいきたいと思います。まあでも順調か、順調だね。え、何これ、これジェットスイーパーか、ジェットスイーパーですね。次はどこから出てくる。お、任せなさい、これ俺が倒せる暗記やった。で、倒したの遠いな、遠いやつは、運ばなくていいので、きっと、玉拾いが持ってきてくれるし、向こうから鮭が来る、こういう敵をね、呼び寄せてから、倒す方がいいんですよ。あ、俺のとこ来なさい。俺のとこ、こっちこっち。そう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 、味方の方じゃなくて、こっち来なさい。もう、うちで勝ってあげますから。はい。これで、これは3個運んだことになります。一気に3個運んだ。上の倒すよ。はい、倒しやすい。ヘビちゃんも来てるね。ヘビちゃんも一応倒せるので倒してあげましょう。なんか引っかかってる。オッケー、スペシャルナイス。ちなみに俺もスペシャル溜まってるんだよな。溜まってるっていうか、まあ余ってるし、どっかで使いたいけど、もうなんか余裕だね。これさ、伝説だよね。伝説余裕だね、本当に。これ使おう、これ邪魔なので使いまーす。はーい、ナイス29。あ、味方やられちゃった。これ塗ります、ボム入れます。はい、はい、ナイス、塗ります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 。みんなで塗ればね、ライバー塗れるので。あと1個余ってんだけど、これ大物鮭いないぞ。何や、ほい。OK、 42、43、45、え、完璧です。バッチつけてるとやっぱ強く見えるな。ファイトコンテスト楽しかったね。次ビッグラン楽しもう。待ってよ、あと次フェス来るじゃん。フェスも楽しみだ。はい、ところで116個、まあウェブ5はないし、うん、あそこまで行かないので、あそこっていうか、あのバイトコンテストみたいに200まで行かないんですけど、116行けました。ナイスです、ありがとうございました。ベルゴって長かったな、そう考えると。